株式会社埼玉リソナ銀行は本店を埼玉県埼玉市浦和区に置くリソナホールディングス傘下の都市銀行。リソナホールディングスの子会社として設立後、旧朝日銀行の埼玉県内店舗及び東京都内店舗の一部を継承する銀行として営業を開始した。営業地盤の埼玉県において預金並びに貸出金ともにトップシェアを誇る銀行である。 約730万人の県民のおよそ60%に当たる約450万件の個人口座を有する。有人店舗133店のうち127店を埼玉県内に展開する。埼玉県外の店舗については、東京支店のほか、埼玉県とつながりの深い東京都と豊島区池袋に、セブンデイズプラザ池袋、群馬県の高崎市と大田市に、 法人取引向けの出張所である高崎ビジネスオフィス、大田ビジネスオフィスを展開している。かつての埼玉銀行の流れから埼玉県を含む県内64の自治体のうち61の自治体から指定金融機関に指定されている。こうしたことから一部市区町村役所、役場には埼玉リソナ銀行の最寄り支店職員が常駐する水道窓口があるほか、 多くの埼玉県内の市区町村役所、役場やその周辺には同行 ATM が設置されている。本店は埼玉市浦和区に所在する埼玉営業部である。同営業部はもともと埼玉銀行本店営業部であったゆえんから営業室の延べ床面積はメガバンクの本店営業部と同等の規模を誇る。建物は1977年に b c s 賞を受賞している。 最寄り駅である北浦和駅の周辺には、北浦和支店、北浦和西口支店があり、浦和駅周辺にも浦和中央支店、浦和東口支店、県庁支店と店舗が特に集中している。店舗は、東京支店や、朝日銀行時代に新設された、埼玉新都心支店などを除いて、埼玉銀行時代に設置された土地建物を使用しているため、共和銀行と合併して、 朝日銀行となっていた旧埼玉銀行が創業地へ戻ってきた格好となっている。なお、本社の一部機能は、リソナホールディングス、東京本社内に設置している。旧朝日銀行の内埼玉県内拠点の取引先のみを分割継承したため、住宅ローン等の個人向け融資の割合が上昇した関係もあり貸出金に占める不良再建比率が少なく、 発足当初の自己資本比率は7%台後半を示していた途中間期決算時は10.78%。事実上国有化された理想なグループの中では唯一の有料業とされる。旧埼玉銀行が都市銀行であり、ボンク加盟であったことなどから都市銀行扱いになるが、金融庁の銀行分類では地域銀行、その他に区分されている。他の都市銀行四行が 金融庁の直接の監督を受けるのに対し、当社は地方銀行と同様に関東財務局の監督を受ける。リソナグループの他社と違い、埼玉県のマスコット、コバトンを現金用ブートーや社員の名刺及び生体認証 IC、キャッシュカードなどに使用している。2003年5月にリソナ銀行は小泉内閣に対して預金保険法121号措置に基づく。 予防的資本注入の申請を行い、1兆円規模の公的資金を同行株式の取得によって注入され、実質国有化に置かれた。しかし、この措置は理想な銀行単独であったことから、埼玉新聞や全国紙の地域版では、県内経済への打撃を懸念する趣旨の記事は少なかった。逆に、経済記事での金融アナリストや業界関係者が、 リソナグループからの売却や独立の可能性を憶測するコメントや埼玉県の指定金融機関の鍵を握る土屋吉彦埼玉県知事が2003年5月20日の定例記者会見でもう成人したのだから独立しても良いのではとの発言がなされた。しかし適用申請後間もない2003年5月末にリソナホールディングスの川田健次社長はリソナホールディングス参加の 各銀行社員の賃金3割カット、人員削減というリストラ策を盛り込んだ経営健全化計画を政府へ提出した。リソナグループ全体の経営方針について国の監視下に置かれると認識していると発言し、経営面での大きな動きがないことを示し、独立をめぐる憶測を牽制した。同年8月に預金保険機構が取得したリソナ銀行普通株式の 株式交換によって、親会社のリソナホールディングスの筆頭株主となり、実質国有化されている。2003年11月には、上田誠二埼玉県知事と、相川総一埼玉市長らが、今後のリソナグループ再編に備え、リソナホールディングスから、埼玉リソナ銀行の株式を取得の上、県民銀行化する構想を提唱したが、公金使用の是非をめぐる意見や県内一銀である。 武蔵野銀行の統合の是非などから構想は宙に浮いた経緯がある。リソナショック後に埼玉リソナ銀行はリレーションシップバンキング機能強化計画と地域密着型金融の推進への取り組みを公表した。これに基づき埼玉県内在住の個人を対象とした住宅ローンの条件優遇や中小企業向けの融資のラインナップ拡充など地域に着眼した。 独自のサービスを提供している。また、銀行のディスクロージャー情報に加えて、埼玉県にまつわる話題を掲載した、埼玉リソナトゥデイという小冊子や、投資信託、年金保険商品の宣伝及び著名人の対談、エッセイ掲載した、セカンドライフ情報誌、彩り5リットルをそれぞれ機関で発行している。現、本店、浦和中央支店川越支店級朝日銀行の、 埼玉県内の有人店舗のうち、リソナ銀行が引き継ぐ目的で合併間際に開設された空中店舗の裏和支店を除く108店舗と、リソナ、マルハビルの大手町中央支店、池袋東口支店、新宿駅前支店9月17日閉店の3店舗を承継した。埼玉県外で支店扱いの拠点は東京支店のみである。 埼玉リソナ銀行単体での店舗、無人出張初期点数は、ボンク定計5行の中では最も少ない、地方銀行と同等の水準となっている。なお、埼玉リソナ銀とリソナ銀行の現金自動預け払い機では、通帳、キャッシュカードを自社扱いで、相互利用できるが、店舗での取引では他社に当たるため、自社の口座以外では、受付不可となっているものもある。なお、 関西未来銀行、港銀行との取引も、理想な銀行と同様にすべての時間帯で、手数料が自社扱いとなる。2004年より、坂戸市の東坂戸代理店3月廃止を除く、全店舗で窓口業務時間を午後5時までに拡大した。埼玉県内を主な営業地域としているため、直接の海外拠点は保有していない。また、旧埼玉銀行が有していた。 海外拠点については、旧朝日銀行時代の2001年に、東京三菱銀行へすべて売却している。ほとんどのサービスは、リソナ銀行と共通で、オペレーションなどは共同で運営されている。当社では、総合口座を、リソナリテール口座と称しており、暮らしの通帳と、ゆとりの通帳の2冊に分かれている。冊子自体は、リソナ銀行と同一のものを使用している。 リソナ銀行総合口座を参照、リソナ銀行チモを参照インターネットバンキング、テレホンバンキングサービスである。リソナ銀行リソナクラブを参照、リソナグループ全体のシステムを、旧アサヒ銀行のシステムをベースとした、統合システムに移行したため、リソナ銀行の旧アサヒ店、同様、2005年5月6日から、統合システムに移行している。アサヒ銀行時代から継続されている。 小川町、同嵐山町同山は埼玉県信用金庫、秩父郡横瀬町は武蔵野銀行が指定金融機関とされており、所沢市は三菱 UFJ 銀行との隣番制である旧埼玉銀行本店旧、旭銀行浦和営業部旧旭銀行埼玉営業部。埼玉県内の旧大和銀行の支店は朝霞大支店しか現存していない。 1970年代以降の埼玉銀行のロゴタイプは各自体でリソナグループのロゴとはフォントが近いものであった。他のリソナグループ各社はスタジオジブリ制作の響きが岡物語廃止後はキャラクターを使用していない。2013年7月に猫のリソニャがコミュニケーションビジュアルとして登場したが通帳、カードには使用されていない。 2009年11月24日に東京都文京区公楽の住友不動産飯田橋ファーストビル7階に移転し東京支店に店名変更となる2012年6月19日に東京支店に統合される例えばリソナビザデビットカードは2012年1月時点ではリソナ銀行でしか販売していないため埼玉リソナの顧客が利用したい場合は リソナ銀行での口座開設が必要となる。また、定期預金、投資信託類の預け入れ、解約や各種書手続きも他社店舗では取り扱いできない。ありがとうございます。